こんにちは、たまちゃんです。さて、先日ノーレストフォーザウィケットというディアブロとダークソウルが融合したようなゲームを紹介させていただきました。その後神アップデートが入り、一気に30時間ほどプレイしてしまいました。まだ第1章までしか遊べませんが、今後に超期待できるということで、今回はその第1章クリアレビューを行います。このゲームは画面の見た目や装備品ドロップはディアブロで、ゲーム性はダークソウルです。近い作品は二王系です。チーム忍者が好きな人にはとても刺さります。で、ノーレストフォーザウィケットは現在スチームで早期アクセス中です。今後家庭用版、プレイステーション5や Xbox でも発売されます。で、まず先日5月4日、次のようなアップデートが入りました。街に着いたら家がすぐ買えるように変更。クラフトなどでストレージに入れたアイテムを使用か。この2点の修正が面白さを爆上げしました。もう何でも良いからアイテムを拾いまくって貯めまくることが可能になりました。まあ、今までは少々難しいクエストをクリアしないと家は買えませんでした。もうすぐアイテムがいっぱいになってしまって、拾う楽しさがありませんでした。しかしこれからはお金さえあればこの街で家をすぐ買えます。これが一番高い家ですね。家は4つまで買えます。ここに1つと、広場にもう1つ、これは普通の家、そして貧困街の家、これまだ買ってませんね。あともう1つ、やや小さめの家、合計4つですね。で、中に入ってみまして、これが家の中です。もうそこらに宝箱とか棚やタンスを配置しています。例えばこちら、ここには素材が満タンに入ってますね。画面右側のここら辺が素材です。こちらも素材ですね。まあ素材はどんどん溜まっていきます。あとここの棚には食料やポーションを入れておけますね。右側みっちり溜まってます。で、防具はこのスタッシュに入れていて、あと武器はこちらで、両手持ちの武器はもう一つ違う家に今お試しで預けています。まあ、といった具合にもう家具を自在に配置できます。スペースさえあればいくらでもです。置けば置くほどそれだけアイテムを預けられます。もうこれにより何でも拾って預けるスカベンジプレイが可能になりました。この楽しさはセブンデイズツーダイあたりにも近いです。で、このゲームは見ていただいている通り、アイテムの種類が豊富です。で、どれも無駄がありません。クラフトにまんべんなく使います。で、まだ一章なのに、装備品の種類は相当あります。で、アイテムはボロボロドロップします。もうディアブロのように、ランダム性能やレアリティがつくので、いくらでも装備を拾う楽しさがあります。そして二つ目のアップデート、これも大きいです。まあ、ここらに入れている素材、そのストレージのアイテムを直接クラフトで使えるようになりました。まあお店でここに入れたアイテムをね、使ってくれます。もうアイテムを拾ったらとにかく家のストレージに放り込むというループが出来上がりました。で、このゲームは自分の進行度に応じて敵が強くなり、それだけ強い装備品をドロップしてくれます。で、敵の種類や配置も毎回変わります。強いボスを倒した後、同じ場所に隠し要素的に他の強いボスが配置されたりします。で、宝箱やアイテムも毎回マップ上にランダムに配置されます。もう同じマップを何度回っても飽きにくい作りになっています。マップを周回する死にゲーやハクスラゲーにとても合った作りになっています。で、装備品は鍛冶屋で強化できます。アイテムレベルを上げられますね。まあ、なので初めに拾った弱い装備ですら最後までずっと使っていくこともできます。で、レアリティはコモン、レア、エピック、そしてレジェンダリーの4種類を確認しています。で、どのレアリティも出番があるようになっています。まず白武器のコモン、これは何も能力がついていません。しかし宝石のソケット穴が4つあります。で、技のソケットも4つあります。まあ、1つは埋まってんのかな。まあ、3つまで自由にはめられます。まあ、カスタマイズ性が一番高いし、同じ宝石を4つはめて
何かに特化することもできます。あとはエンチャントでレアエピックにレアリティを上げることもできます。で、レアやエピックは能力がついてます。例えばこれ、パリージに17ダメージを与える、パリージにヒットポイントが 7% 回復。まあエピックの方がこのついてる能力の効果は大きいです。しかしデメリット能力もついてきます。スタミナが 23% 減少とかですね。まあボス戦などあまりデメリットが影響しない場面でこういうエピックを使うという戦法が考えられます。この耐久度が半減とかボス戦にはあまりデメリットがありませんね。で、このレジェンダリーは現在能力が2つついていて、で宝石穴は1つで、技が4つ初めから埋まっています。まあもしかしたらレジェンダリー独自の強い技があるのかもしれません。で、このハマってる技は取り外しできますが、一つでも外すと武器が壊れます。といった具合に、もう装備品も無駄がなく、自分の好きなものを使えるようになっています。どの装備を使うかの厳選が超面白いです。で、次にマップに関しまして、フィールドはオープンワールド形式です。で、大きめのダンジョンはローディングが挟む別エリアになっています。の第一章だけでも相当広いマップ構造になっています。このでかい街と、あと初めのフィールド、あとさらに奥のフィールド、これら全部繋がってますね。まあ、これがクエスト選択式の二王系とは違う部分です。で、このゲームの制作会社は以前、大ヒットしたメトロイドバニア系を作られています。で、メトロイドバニアのダンジョンはダークソウル系のゲームとすごい相性が良いです。このゲームも漏れなくメトロイドバニアのような複雑なダンジョン形式になっています。のレベルデザインがしっかりとなされており、いろいろな道がどこかに繋がったりします。もうここがここに繋がるんだということが往々にしてあります。そして隠しルートや隠し部屋があるというのも大きいです。これがこの先第2章第3章と増えていくと、もうさらに道が増えるんだろうと期待が高まりますね。まだ第1章これだけですから、この外が広がっていくわけです。で、第1章クリア後でも遊べるエンドコンテンツが用意されています。敵を倒してアイテム集めに集中できるハクスラ専用ランダムダンジョンです。強めの敵複数が同時に現れるのでかなり難しめです。しかしこのゲームはダークソウル系アクション RPG です。きちんとキャラクターや装備を成長させれば、強い敵もざっくりと倒せるバランスになっています。で、最深部にはボスがいます。そいつは相当強くて、まだ倒していません。で、昨日あたりに再び次のようなアップデートが入りました。ステータスの振り直しが可能、要求条件を満たしていない装備も装備可能に、アイテムの比較が可能になどなど、どんどん改善が行われています。以上の内容から、まだ実装されているのは第1章のみにもかかわらず30時間遊べてしまったわけです。もう次の章が実装されるのが楽しみで仕方がありません。全部実装されると相当なボリュームでしょうね。で、現在 Steam のレビューはやや好評 78%、22,000件で評価はどんどん上がっています。リリースしたてはクラッシュ問題とかで賛否両論状態でした。まあ、このまま行くと時期に非常に好評 80% のラインを超えることでしょう。で、正式版で PlayStation 5 と Xbox 版が発売されるでしょうから、そこで大ヒット間違いなしの作品になるかと思います。というわけで今回はノーレストフォーザウィケットの第1章30時間プレイレビューを行いました。もうとても面白い作品なので、こちら気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。